愛知電気鉄道株式会社は、1910年に設立され、愛知県名古屋市を拠点として、主に県南東部において、鉄軌道事業を展開した鉄道事業者である。1935年8月に、明記鉄道と合併して消滅したが、愛知電気鉄道が不設、運営した路線は前期合併により成立した原。 名古屋鉄道において、基幹路線の一億を形成した。現、名鉄発行の名古屋鉄道社市においては、名機鉄道と並んで、名鉄の前身事業者における二大主流と評される。愛知電気鉄道は、古くより発展した、商工地帯でありながら、公共交通の便に恵まれなかった、北半島西岸地域と名古屋市を結ぶ。 鉄道路線を付設運営する目的で、1910年に設立された。当初は、1913年3月に開通した後に、名滑線と称される路線を運営する局地的な事業者であったが、1922年より、名古屋市と県東部の主要都市である豊橋市を直結する豊橋線の建設に着手し、 1927年6月に全線開通を迎えた。また、県東部はず地方の城下町であった西尾町を中心とした鉄道路線網を有した西尾鉄道を九州合併し、さらに参加事業者として、千田鉄道、壁海電気鉄道を設立し路線を付設するなど、主に県南東部において多くの鉄道路線網を有する事業者となった。 昭和初期の経済不況により一時は経営危機に直面し、景気回復とともに危機的状況を脱した後は、同時期に政府主導で推進された地域交通事業者の統合の時流に沿う形で名古屋財界より明記鉄道との合併を脱進された。当初は愛知電気鉄道、明記鉄道とも合併に消極的であったが、 名古屋製材会人の仲介による折衝を経て合併に合意、両者は、名機鉄道を、存続会社として1935年8月1日付で合併した。同日をもって、愛知電気鉄道は解散し、保有資産は、名機鉄道改め現、名古屋鉄道へ継承された。以下、主に鉄道事業者としての愛知電気鉄道について、承述する。 愛川清成愛知県の南西部に位置する、田半島は、東岸地域については、鉄道院によって付設された、竹戸予選によって、名古屋市と結ばれていたものの、古代より、床滑焼など洋業を中心として発達した、商工地帯であった、西岸地域については、鉄道路線が存在せず、明治年間末期においても名古屋方面への、客家輸送は一日数便の馬車ないし、千便のみに、 頼る状況であった。そのため、半島西岸地域の有力者より、半島西岸から名古屋方面に至る鉄道路線敷設計画が立案され、地元の大手電力会社であった名古屋電灯の顧問、弁護士で、同社の取締役も務めた、相川清成を中心とする、計7名の発起人により、名古屋市近郊の愛知郡厚田町より、古族、鳴海、大高、 横須賀を経て、半島西岸沿いに、北郡常波町へ至る、施設鉄道法による伏線の電気鉄道、北電気鉄道が1906年12月に免許、申請された。事業計画内容は発起人のうち、かつて、名古屋電気鉄道の経営に携わった経歴を持つ、小山朝助、林雄二らによって作成されたが、この免許申請は却下され、実現しなかった。 その後計画が進展しなかったことから、相川は、当時の愛知県知事であった、深野十三や名古屋電力の常務取締役であった、金松広白地元政財界の要人に援助を要請し、金松よりかつて、後部鉄道にて、取締役を務めた、岩田作兵衛を紹介された。岩田は、天宮慶次郎らに代表されるいわゆる、公衆財閥の一人で、 甘宮とともに、神武鉄道のほか梅鉄道、川越鉄道、京浜電気鉄道など数多くの私有鉄道の、不設運営に携わった、実業家であった。出生地が、岐阜県稲葉群下羽栗村であったという遅延から、相川の要請を受諾した岩田は、地田電気鉄道計画は建設費を削減する、ことによって、十分採算が取れると判断し、 計画を軌道条例による単線の電気軌道に変更するとともに、元関西鉄道社長の田中新市を新たに、発起人に加え、岩田自身が発起人総代となり1909年9月に特許を出願した。同年10月には発起人総会を開催、社名を地田電車軌道とし、総立委員長には岩田が、総立委員には田中、 金松ら3名がそれぞれ就任した。創業にあたっての事務手続きは進捗したものの、特許申請については、当時行政側において、私有鉄道の準拠法として、軌道条例に代わって、軽便鉄道法の施行が計画されていたことによって、停滞したため、同法が施行された1910年8月3日付で、地下電車軌道の軌道条例による、 特許出願を軽便鉄道法による免許申請へ変更する旨届出て、同年9月23日に、厚田町新宮坂より、常名町へ至る鉄道路線が免許された。不設免許が降りたことを受けて、1910年11月21日に、会社創立総会が名古屋商工会議所において開催された。総会においては、従来、 千田電車軌道とされた社名について、将来的に事業範囲を千田半島のみならず、名古屋市を中心として、県南東部にかけて広く展開することを念頭に、愛知電気鉄道と変更することを決定。初代社長には岩田が、取締役には、金松、棚から6名が就任し、相川は、監査役に就任した。床滑線路線図会社設立を終えたことから、 愛知電気鉄道は各種資材の手配を進め、厚田とこなめ間を4つの工区に分割して建設を開始した。当初電力については自社にて発電所を建設する構想であったが、後に名古屋電等より電力供給を受ける形に計画を変更した。1911年に4つの工区のうち第一工区に相当する厚田縄村間について、 構想段階における、古族、大高経由の大回り経路から、床名街道沿いの短絡経路へ変更することとし、同年5月に変更願いを提出し6月に認可された。この経路変更に伴って新たに、用地買収の必要が生じ、第1工区のうち地権者との交渉が難航した、厚田天馬長官については、同様に、 用地買収が難航した第四航区に相当する、大野町常滑館とともに着工を後回しとし、天馬町大野町館の建設を優先して施行した。天馬大野町館の建設は順調に進み、1912年2月上旬に、監督館長による審査を通過し、同年2月18日に開通した。暫定的に、起点駅となった天馬は、 300メートルほどの徒歩連絡によって、名古屋電気鉄道市内線の厚田天馬町、停留場と接続しており、名古屋市内中心部への連絡運輸が行われた。開通後2月28日までの10日間は運賃を半額としたこともあって、利用客が殺到し、開業初日のみで乗客2600人が利用し、運賃収入は210円に上った。 同年3月3日には、県知事、地元実業家、大株主など、地元政財界の要人を中心に500名を招待して、開業祝賀会を開催し、花火の打ち上げや放納相撲が行われるなど盛況を、博した。天馬町大野町間開業後の営業成績は、好調で、春季には、観光目的の団体客の需要などもあり、 当初導入された8両の電車のみでは需要をまかないきれなくなったことから、愛電は4両の電車を追加導入して、従来単行運転を基本とした列車を一部2両編成とし、増加する輸送需要に対応した。機械業区間の業績好調を受けて、愛電は、厚田より、名古屋市中心部に近い東洋町に至る、東洋町線をはじめとする4路線の付設を計画。 1912年より順次不設免許を申請した。ついで、未開業区間の厚田天馬町間及び大野町、常滑間の着工準備に取り掛かった。前者の区間については、厚田駅にて行う予定であった国鉄との貨物列車の連帯運輸や、前述した東洋町線建設構想の都合から、愛田の厚田駅を、 東海道本線の東側に建設することとした。そのため、路線を、神宮前手前で、東海道本線を、古戦橋にて乗り越す構造とする必要が生じたが、古戦橋の建設には、多額の費用を要し、さらに用地買収が難航したため工事日数がかかる、ことが想定されたことや、東洋朝線の不設免許が遅れたことなどから、古戦橋手前の秋葉前まで、 暫定的に延伸する方針が決定した。1912年8月1日に、秋葉前引く、天馬町が開通し、さらに、大野町とこなめ館については難航した、用地買収問題が解決したことに伴って1912年7月に、着工、翌1913年3月29日に、開通した。 トコナメへの路線延伸に伴って6両の電車を増備したほか、前述した貨物列車の運用開始に備えて、貨車を30両申請した。残る神宮前秋葉前間については、1913年2月に東洋朝鮮の不設免許が降りたことを受けて、同年5月より着工した。この工事費用には50万円の借入れ金を充当したが、築堤の造成や、 古戦橋の建造、設置に多額の費用を要したことから、わずか0 6トルの区間に約23万円の工事費用を要し、当時の年間収益が20万円程度であった、アイデンにとっては社運をかけた大事業と評されるものであった。1913年8月に、 線路の付設及び駅施設の建設が完了し、同年8月31日の神宮前、秋葉前間の開通をもって、当初の計画路線であった神宮前とこなめ間 29.5km が全線開通した。また、同年9月には、愛電新宮前と国鉄厚田を結ぶ貨物連絡線が開通し、同年12月より直通連帯運輸が開始された。 アイデンは、既存路線の延伸と同時に、前述した東洋町線のほか厚田より、有松、地流方面へ至る、有松線、尾張横須賀より分岐して、地田郡半田町へ至る、半田線、床波より、地田郡内海町へ至る、内海線の、計4路線の不設免許を申請し、内海線は1912年8月に、半田線は、同年12月に、 東洋朝鮮及び、有松線は、翌1913年2月にそれぞれ免許された。同時に、これら新規路線の建設費用に充当するため、1913年5月に、新株を発行して、資本金を200万円に増資した。しかし、同時期に顕著となりつつあった、経済不況の影響によって、新株の見払い込み金徴収は値帯し、 そのため前述した神宮前秋葉前館の建設費用を借入金にて賄わざるを得ない状況に陥った。さらに神宮前常並館全線開通後の路線収益は建設に要した費用に対して到底見合うものではなく計画路線を全て着工することは資金的に困難となった。そのため、 名古屋市内への乗り入れにあたって、名古屋電気鉄道など他事業者との調整に時間を要することが予想された東洋町線については一旦、建設計画を休止し、地元住民より要望の高かった、有松線、半田線の着工を優先することとした。両路線の建設資金調達に尽力した矢先、名古屋市の朝日郵閣の移転問題に絡む。 疑獄事件が発生し、金松ら3名のアイデン取締役が関与していたことが発覚。金松と常務取締役の安藤俊之の2名が詐欺罪で起訴される事態が生じた。これにより、不況に加えて会社に対する不信感から株価が急落するなど、アイデンを取り巻く環境はさらに厳しさを増していった。1913年5月から同年11月に、 かけて、金松をはじめとする役員の大半が辞任したことを受け、同年12月に監査役であった、相川のほか、伊藤義太郎、伊深元義の、計3名が、取締役に就任、経営の立て直しを図った。福沢桃介さらに翌く1914年には、かねてから、健康状態悪化により出社も、ままならない状態であった社長の岩田作兵が辞意を、 表明した。相川らは、本位に勤めた者の,の岩田の地意は固く、協議の結果、公認として当時名古屋伝統の常務取締役であった、福沢桃介を招聘することで合意した。福沢との交渉には、名古屋伝統の関西役であった当時から、信仰の深かった相川が当たり、福沢も相川の申し出を承諾して、1914年8月16日に、 開催された臨時の株主総会において、岩田の子息である岩田新之助と共に取締役に選出され、同月19日の役員会において、正式に取締役社長に就任した。福沢体制となった直後、アイデンはハンダの建設を中止し、有松線の建設に注力することを決定した。ハンダは、 測量を追え協会票を設置し、付設する機場を入手する段階まで準備が進められていたが、新株の見払い込み金徴収地帯などにより、資金調達の見込みが全く立たなかったことに加えて、半田線は、鉄道院竹と予線と競合する路線であることから、沿線人口が多く収益が期待できる、有松線を優先して建設すべきとする意見が、 社内で大勢を占めたことによるものであった。しかし、同時期には不況による経営悪化が加速度的に進行し、新規借入金を以前の借入金返済に充当せざるを得なくなるなど、自転車創業状態に陥り、すでに入手した機場を、あり松千件節分のみを残して転売し資金を捻出することまで行われた。結局、 東洋町線は1915年8月に、内海線は同年11月に、半田線は同年12月にそれぞれ免許が執行し、いずれも実現しなかった。有松線路線図その後アイデンは、軽便鉄道補助法に定められた、収益金が建設費の5%に満たない場合は補助金を交付するに基づいて政府に補助金の給付を申請し、 鉄道院による審査を経て1914年下半期より補助金の交付が認められた。これにより下落する一方であった株価が急騰したことを受け、アイデンは当時約5000株ほど存在した未払い込み株についてこの機会に払い込みを完了させるべく尽力した。最終的に3356株の失権株が発生したため、これらは 有松線建設を要望した鳴海町、有松町在住の有力者に引き受けを要請し、受諾され、1915年9月に払い込みが完了した。さらに発行済株式のうち3000株について、買い入れ焼却することとし、同年12月に10万円の借入金を資金として50円、払い込み株を1株、平均35円で、買い入れ15万円の減資を実施した。 これらに加えて、役員報酬全般や社内予剰品の売却など、経費削減に努め経営再建に尽力した、結果、第一次世界大戦勃発による景気の急速な回復の影響もあり、アイデンの経営状態は危機を脱した。また、同時期には、名古屋豊橋間を結ぶ高速電気鉄道の建設を拡策するオ山電気鉄道の活動が、 活発となったため、同社への対抗の必要性から、アイデンは、地元有力者であった、有松、絞り業者の武田貨平を、取締役に迎えるとともに、長らく棚上げとなっていた、有松線の着工を急ぐこととした。当初、有松線は、小型の四輪単車が、運行可能な程度の簡易な企画とする、計画であったが、将来的な岡崎、 豊橋方面への路線延長を念頭に、より大型の二軸ボギー車が運行可能な規格に設計を改め、1915年11月に着工された。有松線は元より地元住民から不説を強く要望されていた路線であったため、用地買収は順調に進み、1917年3月に神宮前笠寺館が同年5月には、 カサデラアリマツラが開通し、神宮前アリマツウラ館 9.7km が全線開通した。また、アリマツ線の開通を機に、神宮前常コナメの路線名称を常コナメ線とした。1916年頃より、日本国内の経済界は対戦景気と呼ばれる後景気となり、アイデンでは同年夏季に新愛知新聞社と提携して購読者を対象とした。 優待乗車券を発行し、新し舞妓、大野町など、床滑線沿線の海水浴場への旅客誘致を図った。同年夏期は好天にも恵まれ、8月の輸送実績は前年比で3倍強を記録する盛況となった。また、同時期は、 貨物輸送についても需要が急増し、床舐めの主要産業である土管、土器類の出荷量が過去最大となり、荷主の需要に対して貨車が不足したため急遽貨車を15両、増備して対応した。これらの耕材料により、アイベンの業績は著しく改善され、1917年上半期を、最後に補助金交付を返上し、 同年下半期には6%の株主配当を行うに至った。なおこの間、1917年6月に開催された役員会において、福沢は、多業の多忙を理由に社長を辞任して、相談役に退く旨を表明、公認には、当時常務取締役であった相川を推薦した。相川は、岩田、福沢の二代にわたって、 社長を補佐して経営に携わり、その手腕は多くの信頼を得ていたことから、全会一致で選任され、アイデンの三代目社長に就任した。折からの後継期によって、アイデンの鉄道路線収入は増加の一途をたどったが、元来鉄道事業は公益性が高く利潤を追い求める事業ではない、ことから、アイデンにおいては経営の多角化によって一層の 増収を図る経営方針が定められた。折しも、名古屋市内を中心に、他社の乗り合いバス事業が好成績を上げており、また当時大都市近郊では一部の大手施設事業者が、土地販売、住宅開発や遊園地の運営などを手掛けていた。そのような情勢下で開催された1918年12月の定期株主総会においては、会社定観の営業目的に、 自動車事業を追加した。さらに、翌1919 19年12月の定期株主総会において、定館に土地住宅開発事業を追加するとともに、常滑線の複線化、有松線の延伸、執行線の建設など、鉄道関連事業資金及び土地住宅経営資金を調達する目的で、資本金を185万円から500万円に、 増資することが決議された。増資にあたっては、名古屋電灯が新規発行株のうちに万株を引き受けて、アイデンの筆頭株主となり、同社から副支配人の青木義雄が送り込まれ、アイデンの常務取締役に就任した。新し舞子駅付近で発生した、正面衝突事故とこなめ線は開通以来年々、輸送量が増加して、線路容量が逼迫し、 従来単線であった路線の複線化など、設備の改良の必要性に迫られていた。しかし、1919年10月には、新し舞コ付近において、列車同士の正面衝突事故が発生し、事故原因が、保安設備の不備に起因するものであったことから、保安設備改良を先行することとした。改良工事に際しては、 自動閉塞方式による新色灯式信号機を、床滑線全線に導入した。ついで伏線化事業に着手したが、床滑線は建設当初より、伏線分の用地を確保していたため工事は、順調に進み、1920年10月の古見、大野町間の伏線化管線を川切りに順次工事が、進捗した。伏線化工事に際しては起乗を、 従来の25から3 0キログラム基乗から 37kg 基上に交換し、重機乗化を推進した。また、複線化工事の進捗と並行して、輸送力増強のため1921年から翌1922年に、かけて8両の電車を導入したが、当時の同業他社における、 郊外路線用電車は二軸ボギー構造が主流となっていたことから、これら八両の電車は、愛電発の二軸ボギー車として、設計、製造された。一方、名古屋高東岸の埋め立て地開発を目的として、布設が計画された、筑港線は、床滑線の大駅より分岐して、埋め立て六号地に至る1 9トルの貨物支線として1920年6月に、 国設免許を取得した。愛電は当時空き地であった六号地に、報告セメントをはじめとする工場を誘致することに、成功し、全愛電社長の福沢桃助が社長を務める、名古屋三橋倉庫より、鉄道用地の提供を受けて1923年2月に、着工、翌1924年1月に、大江西六号館が開通した。 実行線の1924年下半期における貨物輸送量は4万3 0トンで同期のアイデンの全貨物輸送量の約23%に上り売上高2万5000円は鉄道事業収入全体の約17%を占めた豊橋線路線図アイデンは既存の有松線を延長する形で1920年までに有松地流や萩の免許を取得 さらに矢作下地の免許を保有する、東海道電気鉄道を1922年7月に合併し、豊橋への延長を計画した。東海道電気鉄道の設立と、その頓座東海道電気鉄道は、全機日三電気鉄道の後ろ身であり、お三電気鉄道当時に、五木祖村から下地町までの免許を取得した後、全愛電車長の福沢桃介を、 創立委員長に迎えて会社を設立した。同社は、最終的には、東京大阪を結ぶ長大な高速電気鉄道線の建設構想を抱いており、また福沢が、愛電の筆頭株主である、名古屋電灯の社長を兼務していたことや、福沢と相川との人的関係から、構想実現の後には、愛電は同社へ、吸収合併されるとの観測がなされていたという。 しかし、東海道電気鉄道における最大の資本提供者で、過去に日本電気鉄道の計画も推し進めていた安田善次郎が1921年9月に暗殺されたことによって資金繰りが行き詰まり、同社の計画は頓挫した。同社はアイデンのほアイデンと同じく名古屋電灯が筆頭株主となっていた身の電気軌道に対して救済合併の申し入れを行った。 この申し入れに対して、美の電気起動は受け入れを断ったものの、愛電は、数度の交渉の後に承諾し、1921年12月に、合併仮契約が締結され、翌1922年7月8日付で、愛電は、東海道電気鉄道を、九州合併した。この救済合併には、福沢と相川の人的関係を背景として、 東海道電気鉄道の計画線免許証形による路線建設計画を続行する意図が愛電側にあったものと指摘される。以上の経緯によって東海道電気鉄道の保有していた免許線は愛電によって保有されることとなり、豊橋線の内や萩下地はその付設計画に基づいて建設が決定したものである。また前期合併を機に愛電は 資本金を1515万2500円と大幅に増資し、当時の東海地方において有数の大規模事業者となった。豊橋線の概要豊橋線は本格的な都市間高速電気鉄道を目指した東海道電気鉄道の計画を継承し、愛知県の県都である名古屋市と道県東部の主要都市である豊橋市を直線主体の線形で結び、全体として 鉄道省の東海道本線と完全に競合する経路が選択された。神宮前から矢作川付近までは、おおむね東海道本線と並行するが、矢作川を渡った伊藤は、岡崎の市街地へ到達し、ここから豊橋まで、元宿、赤坂、国府と内陸寄りの集落を結ぶ経路を取る。このため若干経由地は異なるものの、 矢作川を渡った後に観光梅の地域を南下し、蒲氷から海岸沿いに、豊橋に至る経路を選定した東海道本線と比較して、豊橋線はより忠実に旧東海道をトレースする経路を選定した。そのため、東海道本線のルートから外れ、複線加工掃除より、鉄道路線網の整備を絶望した鳴海、地流。 赤坂など旧宿場町を出自とする各自治体を中心に豊橋線の建設は大いに歓迎された各種設備については400馬力給電動車による標定速度時速6 0トルでの高速運転を念頭に速達性を最重視した仕様とした線形はアイデン赤坂平井信号所管約8トルを一直線とするなど 全体的に直線的な線形とし、勾配は、地流伊藤では、最大十六点七パーミルに設定した。使用する機場はドイツより輸入した七十五ポンドレールを、付施設、矢作橋から、東、岡崎間については、将来的な標準機への改め機を念頭に、軌道中心間隔を三点九メートルと大きく取り、信号機として三色灯式自動信号機を、 導入するなど、高速運転に適する、当時としては、極めて高規格の路線として建設された。建設開始から、全線開通に至るまで築定上に設けられた、新地流駅豊橋線建設は、東海道電気鉄道正式合併に先立つ1922年5月より、開始された。経路上の壁海軍地流庁においては、 三河鉄道の地流駅へ乗り入れる計画であったが、同社との協議がまとまらなかったことから、アイデンは三河鉄道地流駅の共同使用を諦め、三河鉄道の路線とは立体交差で接続して、交差部付近にアイデンの新地流駅を設置する形に計画を変更した。この設計変更によって工事が遅れたため、新地流駅予定地正方に仮設の駅を設置して、 暫定開業をすることとし、1923年4月1日に、有松浦から新地流間 9.2km が開通した。その後、同年6月1日に新地流西岡崎 11.4km が開通し、この時、新地流駅を本来の予定地へ移転した。同年8月8日には、西岡崎東、岡崎間 1.3km が開通。 この段階では、路線名称を、岡崎線とした。東岡崎伊東に関しては、東海道電気鉄道によりすでに一部区間において、測量が行われていた。また、経路の途中に位置する保育群五遊町をより分岐して、保育群、牛久保町に至る路線が、新たに計画された。これは、日本三大稲荷の一つである、豊川稲荷への参拝客需要を見込んだものであり、 1923年8月29日付で、不設免許を取得した。ただし、道路線の詳細な経路や、豊橋線においても、終点となる、吉田駅の場所選定などが不透明な状況であった、ことから、経路の確定した東岡崎五遊間の建設を、先行させることとし、1924年4月より、建設に着手した。その後、 吉田駅への乗り入れについては、豊川鉄道の小坂井駅付近において、同車路線と接続し、線路を共用して、吉田へ至ることを計画し、豊川鉄道と乗り入れ交渉を行った。当初豊川鉄道側は難色を示したが、アイデンの豊川線が開通した後には、従来名古屋より商船を利用して、豊橋経由で豊川鉄道線に乗車した。 豊川稲荷参拝客の大半が乗り換えなしで直行するアイデンへ流出するとの予測に対して危機感を抱き後に協調姿勢に転じた協議の結果アイデンは五湯小坂井間を建設小坂井より豊川鉄道の豊川まで直通運転を行うこととしまた吉田駅の乗り入れについては アイデンの要望通り両者で線路を共用することが1925年4月に決定した。五遊東の経路が確定したことから建設は急ピッチで進められ、中途経路決定が遅れたことによる用地買収の遅れなどもあったものの、1926年4月1日に東岡崎小坂井間 26.1km が開通した。同日より、 神宮前豊川間の直通列車が運行された、他、小坂駅における対面乗り換えによる豊橋方面への連絡運輸も行われた。残る豊橋方面への路線については、1926年5月24日に、ホイ群、下地町より豊橋市に至る路線の不設免許を取得。 国府小坂井間に稲信号所を新設して分岐し、同じく新設する平井信号所にて、豊川鉄道線と合流、従来の豊川鉄道線の北側に、アイデンによる単線構造の新線を付設して、両社で共用し、複線運転を行うこととした。豊橋線全線開通時に導入された、電7型1927年6月1日に、稲信号所 吉田間 5.0km が開通し、約5年の後期を経て、豊橋線は、神宮前、吉田間 62.2km の全線が、開通した、総建設費は、約1600万円に上り、これは、当時の資本額を超え、総資産額の、約6割に相当する巨額であった。愛電は全線開通と同時に、豊橋線のダイヤ改正を行い、神宮前、 吉玉に主要駅にのみ停車する急行列車を60分間隔で設定、うち一往復を東、岡崎、稲の二駅にのみ停車する特急列車とし、これらの優等列車には全線開通時に導入した新型車両電7型を充当した。特急は神宮前、吉玉を63分、急行は同区間を72分で結び、 当時の東海道本線の普通列車が、厚田豊橋間に110分を要していたことと、比較して大幅な所要時分短縮を実現した。また、これら優等列車の表低速度は、当時の私鉄路線において、最速とされた阪神急行電鉄神戸線の、普通列車の時速 51km を上回り、日本国内の私鉄路線において運行される列車では、最速を記録した。 アイデンは、岡崎線の延伸工事と、並行して、機械業区間、路線についても、伏線化及び軌道強化による、軸重上限の引き上げ、さらに従来直流6 0 0トであった、河川電圧の直流1 5 0 0トへの昇圧を順次、実施した。岡崎線については、1925年6月に、神宮前東、岡崎間の河川電圧を1 5 0 0トへ昇圧し、 以降の開通区間については、当初より、河川電圧を1500ボルト仕様とした。伏線化工事は、1924年4月に、有松浦矢作橋,橋間、同年10月には、有松線として開業した区間に相当する鳴海、有松浦間が順次完成した。この段階で、鳴海島では、矢作橋から、東、岡崎間の未単線で残されたが、 同区間についても1926年4月の東、岡崎小坂井間開通と同日に複線化工事が完成し、鳴海小坂井間は全線複線区間となった。超特急、朝日に重当された出派3300系その後、神宮前鳴海間の単線区間についても、段階的に複線化工事及び、究極線区間の改良工事を実施した。 1927年12月に、鳴海東笠寺館。1930年4月に、古族体笠寺。同年7月に、堀田古族館の工事がそれぞれ完成し、豊橋線は、神宮前、堀田間、笠寺東、笠寺館の2区間を除いて、全線複線化された。複線区間延伸及び、 究極線区間改良後の1930年9月20日に実施されたダイヤ改正においては、神宮前、吉田間の特急の所要時分は3分短縮されて60分となり、急行も同区間の所要時分が2分短縮されて70分となった。さらに特急と同一の停車駅設定ながら、特急よりも3分早い57分で、神宮前、吉田間を結ぶ。 超特急、朝日が新設された。超特急、朝日には、当時のアイデンにおける最新型車両であったデハ3300型が充当され、運行時には、前頭部に、朝日と波のイラストが入った、長方形の大型ヘッドマークが掲出された。床波線については、前述の通り1920年10月より、 段階的に伏線化を推し進めてきたが、1925年6月の柴田縄村間の伏線化工事完成をもって、両端区間である神宮前天馬町間及び大野町床滑間を除く全区間が伏線化された。河川電圧の1500ボルト昇圧は1929年1月に実施され、アイデンの幹線路線は、 河川電圧1 5 0 0ト仕様で統一された。アイデンが豊橋線計画を推進した1922年、当時、発郡西尾町から、壁海軍、明治村を経由し、豊橋線の経路の中途に位置する、壁海軍矢作町までを結び、アイデンの宇道駅において接続する、鉄道路線を付設する計画が、地元より持ち上がった。アイデンは、 地元有力者と接衝の末、資本金の5割を出資して、資本参加することを決定。その後起点を、矢作町から、壁海軍安城町の今村駅へ変更し、1925年に、壁海電気鉄道が設立された。資本金は100万円。社長は、愛電社長の愛川が兼務し、本社は、愛電本社内に設置された。 1926年7月に、今村、余熱間 11.8km が開通し、当初は、河川電圧を、アイデント・ヨ線と共通の直流線5 0 0 v とした。余熱以南は別途発電機鉄道として、出願していたが、後述する西尾鉄道との合併により、壁海電鉄の西尾延長に計画が変更された。壁海電鉄の西尾延伸は、 段階的に実施され、1928年10月の、壁電西尾口西尾間 3.4km の、開通をもって、全線開通した。終点の西尾では、工述する愛電西尾線と、接続し、西尾線キラ吉田まで、直通運転を行うため、全線の河川電圧を、西尾線と共通の直流6 0 0トに高圧した。ついで愛電は、 発群西尾町を拠点として、平吉田、岡崎方面へ、路線網を有した西尾鉄道を1926年12月1日付で、九州合併した。西尾鉄道は1910年2月に、西山軌道として設立され、1916年2月までに、岡崎新西尾平吉田間 22.6km 及び西尾港前間4.0。 キロメートルの各路線を順次開通させた事業者である。全線とも、期間762ミリメートルの非電化路線であり、蒸気機関車牽引による、客貨輸送を行った。同社は1923年頃より電化による、動力近代化を計画したが、同時期には、前述壁回電気鉄道の創業や、同社と同じく、はず地方に路線を有する三河鉄道の、 電化計画などが持ち上がる一方、同社路線は施設の老朽化対策などに追われて、電化計画は停滞、路線の競争力低下による、存続の危機が懸念される状況に陥った。1926年に至り、西尾鉄道は、アイデンからの合併提案を受諾し、合併が実現した。合併後、アイデンは、西尾線の電化及び機関拡幅工事に着手した。 電化工事に用いる変電機器一式は前述した、岡崎線の河川電圧1500ボルト小圧に、際して不要となった600ボルト対応機器を転用し、また急曲線が存在した西尾駅付近の路線に、ついては新線への切り替えによる曲線改良工事を実施、西尾町の都市計画と強調し、西尾駅を新線上へ移転した。 1928年9月に、西尾駅の移転と、西尾平吉田間、西尾港前間の電化、路線改良が完成し、同年10月の閉会電気鉄道線の、西尾延伸開通に伴って、相互直通運転が開始された。残る西尾岡崎新館については、各所に点在した急曲線の改良とともに、床滑線の河川電圧1 5 0 0ト昇圧に、 再して不要となった600ボルト対応機器を転用して電化工事が実施され1929年4月に完成した。さらにアイデンが過去に資金的な問題から計画を断念したハンダが対象年間末期に地元有力者によって再度計画され1926年11月20日に常名目線大田川より 関東東岸南部の講和に至る路線の敷設免許が交付された。愛電は指導協力の要請を受諾する形で、同社の資本金300万円のうち100万円を引き受けて資本参加し、1927年11月に千下鉄道が設立された。社長は、壁海電気鉄道と、同じく愛電社長の相川が兼務し、本社も愛電本社内に設置された。 アイデンによる技術、資金両面の援助を受けて、建設工事は順調に進み、1931年4月1日に、大田川成岩間 15.8km が、翌1932年7月1日には、成岩高枠地間 10.0km がそれぞれ開通した。河川電圧は、常滑線と共通の直流 1500V 仕様とし、 開通当初より、常な目線へ直通運転を行った。なお、同じく資金面で断念した、内海線も1927年12月6日に、西の浦鉄道として、多谷田谷駅地多群小菅谷村大技、境間の不設免許を出願し、事務所を、愛電本社内に置いたが、こちらは、沿線の乗り合い自動車、貨物自動車との競合で、経営困難として却下されている。 西大鉄道の九州合併により、アイデンの資本金は1709万1050円となり、保有路線の営業キロは約117キロメートルとなった。さらに子会社かつ、アイデンが業務全般を代行した、壁海電気鉄道及び、地下鉄道の両社路線を加えると総営業キロは150キロメートルを超え、アイデンは、名機鉄道とともに、 名古屋地区における二大電鉄会社と並び称された。西予線と、壁海電気鉄道、はず電気鉄道と小波線と地下鉄道、西の浦鉄道また、愛電は、東三河地方の有力者によって立案された、豊橋線と接続して、 豊橋浜松間を結ぶ電気鉄道の付設計画に賛同し、1927年9月の塩山鉄道設立に際しては発起人として参加した。塩山鉄道は豊橋市より浜松市郊外の稲佐郡木賀町に至る路線の付設免許を取得、木賀駅において浜松鉄道線と接続して浜松市と結ぶこととし、また、 アイデンは1928年8月に、エン鉄道の路線を延長する形で、飢餓より静岡に至る路線の不設免許を申請した。しかし、アイデンの免許申請は却下され、エン鉄道線も、同時期の経済不況の影響によって、着工に至らなかった。同社が保有した、不設免許は1931年4月2日に、アイデンへ譲渡されたが、 着工されることはなかった。豊橋線と塩山鉄道蒸気以外の未成線については未成線を参照。アイデンの乗り入り計画線と名古屋地下鉄道1927年4月に名古屋市電東高線が堀田まで開通した。これを受けてアイデンは翌1928年4月に豊橋線沿線から 市電東高線との連絡運輸による、名古屋市東部への最短ルートの中継駅として、発田駅を開業、当時の左右等列車種別であった特急を含む全列車を停車させた。さらに、愛電は自社路線によって、名古屋市中心部へ直接乗り入れることを計画、1927年2月に名古屋市南区、 厚田から同南区金山に至る路線の不設免許が交付され、さらに金山から中国志菅原町、現在の丸の内に至る地下鉄道の不設免許を申請した。このアイデンによる申請ルートは、旧名古屋鉄道が名古屋地下鉄道名義で1926年10月に免許申請した名古屋厚田間の地下鉄道のルートと一部、競合し、 異なる事業者による二路線がセリガンする形となった。ただしこれらの申請は、アイデン及び旧名古屋鉄道とも事業内容に対して資本面が脆弱であったことから却下される可能性が高いと見られていた。また、アイデンと旧名古屋鉄道という名古屋地区を代表する二大郊外路線を相互連絡し、名古屋市東西方面を直通する路線とすることが、 利用者の利便性向上につながり、ひいては両者にとって、将来の発展性の観点から、極めて特策であるとの結論から、アイデント9、旧名古屋鉄道の両者は共同出資で、名古屋地下鉄道を設立し、同社によって、地下鉄道を建設する計画を策定した。名古屋地下鉄道の路線は、名古屋厚田間 7.2km、全区間を道路直下の地下に建設し、 中途に、伏見町、栄町、上前津、別院前、沢上の5駅を設置することとした。また旧、名古屋鉄道は、起点駅を、従来の柳橋から名古屋へ移転し、美は島京付近から、地下新線へ切り替えること、愛電は、厚田金山間の不設免許申請を取り下げる、ことなどが、両社間で取り決められた。名古屋地下鉄道の発起人総代には、 愛電社長の愛川、旧名古屋鉄道の代表取締役社長職にあった富田茂介の両名が付き、その他両者の重役が全員発起人として参加した。同計画は道路を管轄する名古屋市当局による意見提起を経て、1929年1月21日に正式に関係省庁へ提出された。しかし、同時期に発生した。 昭和強行に橋を発する経済情勢悪化によって資金調達が難航し実現には至らなかった。なお、計画申請は1931年6月20日に却下されている。西三河地方において多くの路線網を有し、アイデンと競争関係にあった三河鉄道は1927年8月の新三河鉄道の設立に際して資本参加し、 同社の保有した西鴨群衣町から名古屋市の東大曽根町に至る鉄道路線の敷設免許を事実上図中に収めた。また、同年7月には岡崎市内において路線網を有した岡崎電気軌道を九州合併し岡崎衣地区間を結び西三河地方と名古屋を直結する路線の敷設を構想した。しかし、アイデンが 西尾鉄道の九州合併及び、壁海電気鉄道の設立により、はず地区に路線網を展開したことより、同地区においても事実上アイデンと競争関係を持つこととなった三河鉄道の保有路線の営業成績は大きく影響を受けた。さらに、同時期の経済不況の影響も加わって、新三河鉄道の建設計画は凍結され、三河鉄道は、 業績好転が困難な状況に陥りつつあった。この情勢下、アイデント三河鉄道は、従来の対立関係を、改めて協調関係を築くこととし、1928年6月に、アイデント与ハシ線の新地流、牛玉に分岐点を新設。分岐点より、三河鉄道線の地流駅に至る、連絡線を開通させて、貨物列車の相互直通運転を開始した。 その後、愛イ豊橋との一月から、三河鉄道線の重原に至る連絡線など、複数の連絡線の建設が計画されたが、同時期には協調関係からさらに踏み込んで両社の合併案が浮上、管轄省庁である鉄道省からも合併を推奨された。合併には愛田、愛イ三河鉄道双方とも積極的であり、愛イの大株主であった。 東方電力の神谷経像の圧旋を受け、1930年4月4日に合併契約が締結され、同年4月22日に開催されたアイデンの臨時株主総会において合併が承認された。この合併申請は1930年7月3日に認可されたが、合併に関する事務手続き中とにて発覚した。 三河鉄道の保有資産に関する解釈をめぐって、両者の関係は急速に悪化し、合併手続きは中断された。その後、同年9月にアイデン側より合併拒否を通告。翌1931年6月24日に開催されたアイデンの定期株主総会において、合併解消が可決されたことにより、合併案は消滅した。 交渉決裂後の両者の対立は以前にも増して先鋭化したと伝わるが、後年の交通統合によって、三河鉄道は1941年6月に愛イの後ろ身である名古屋鉄道へ吸収合併された。1929年に発生した世界恐慌の影響により、日本国内においても国家主導で消費節約が進められ、 さらに同年秋の大法作に起因して米価が暴落するなど悪条件が重なり昭和恐慌と呼ばれる経済不況に突入した豊橋線の建設や子会社設立など積極的に設備投資を行ったアイデンは営業成績も対象年間末期まで好調であったが昭和初期には再び停滞に転じたさらに 昭和強行の影響によって1929年をピークに業績が急激に悪化し、1931年度には営業収入がピーク比で約25%減少、また積極的な財政支出が災いして借入金の利子支払いが大きな負担となりつつあった。同時に最盛期は年7%であった株主配当も年々減少し、 1932年下半期においては5%に低下した。この情勢下において、アイデンは、名機鉄道や乗り合いバス各社と提携し旅客誘致に努め、また車内でビールを提供するイベント列車、ビール列車を常名目線、床滑線神宮前大野町間において運行するなど、利用者増加に尽力した。しかし、これらの政策も、業績を立て直すには至らず、 1931年6月より、従業員の給与削減を実施し、さらに翌1932年11月には、従業員の解雇による人員整理を断行するなど、経営は危機的状況に陥った。昭和恐慌は1933年頃に収束し、日本国内の景気回復とともに、アイデンの営業成績も好転、同年4月をもって、 給与削減は撤回され、危機的状況を脱した。前述した旧名古屋鉄道との合弁事業による、名古屋市内への地下鉄道による路線延伸が構想された当時、両社の合併案が浮上した。愛電車長の愛花は、旧名古屋鉄道社長の富田茂助とも、地下鉄道回数後の両社の合併の可能性を否定しなかったが、 地下鉄道計画が実現しなかったことにより、合併案も自然消滅した。さらに、1932年頃には、愛電、明記、瀬戸電気鉄道、伊勢電気鉄道の4社を対象とした、名古屋県を中心とする事業者統合案が浮上。当時名古屋市商工会議所副会頭を務めた、青木鎌太郎による圧旋が行われたものの、こちらも構想段階に止まった。 その後、当時の鉄道大臣であった三土中蔵によって1933年9月に設立された内閣交通審議会における審議により細分化した地域交通事業者の統合による企業体力強化並びに交通統制が国策として推進されることとなった。それを受けて鉄道同士会は 地域別の交通事業者の統合に関する特別委員会を開催し、愛知・岐阜地方の交通統制については、アイデンとメイキが担当委員として調査を行った。その結果、アイデン、メイキの2社を統合し、愛知・岐阜地方における基幹事業者とすることが適当であるとの結論に至った。アイデン、メイキ両社の1934年下半期における、 資産及び収益内容は、右表の通りである。このように、アイデンが豊橋線建設などによる多額の債務を抱えていたのに対して、明記は無借金経営を行っていた点を除くと、両者は経営規模、財務内容ともほぼ同等であり、統合に際しては、様々な困難が伴うものと予想された。また明記側は、当時社長職にあった後田直一が、 病気療養中であったという事情もあり、両者とも合併を積極的に推進する意図はなかったとされる。一方で、かねてから両者の統合を希望した名古屋財界を中心として、合併を推進する動きが外部より強まり、アイデン、名域とも国策として推進された事業者統合の自由に抗うことは困難と判断するに至った。青木が、 当時の名古屋市長であった大岩伊佐の圧戦を受け、愛イ側は相川が、明イ側は後田の代理人として、取締役の神の金之助がそれぞれ代表となり、1934年10月頃より合併に関する内交渉が開始された。翌1935年1月に大岩による正式な合併勧告を受け、愛イは同月21日に開催された。 重役会において合併に合意しすべてを相川に一任することを決議した。また明期においても病床にあった後だより合併やむなしとの同意を得て同月23日に開催された重役会において合併に合意する旨決議された。これを受けて同月30日より名古屋商工会議所において 合併再提案の作成会議が数回にわたって開催され、青木、大岩のほか愛知県知事の篠原栄太郎、鉄道省名古屋鉄道管理局長の須田博士、名古屋市商工会議所会頭の岡谷宗介の計5名が仲介人として同会議に出席した。会議においては合併後の社長を愛伝、明機のどちらから選出するかが焦点となり、特に明機側は、 自社がアイデンを合併するという立場を崩さず、後田を社長とすることを強く求めた。そのため当初は、後田を取締役会長とし、社長には相川が就任する接中案が検討されたが、最終的には相川が後田を社長に押して、自らは副社長に就任する旨を表明し、解決した。1935年2月14日に、 両者へ裁定書が下付され、翌15日に、アイデン、名機とも裁定に横断することを重役会に手決議、同日午後に、アイデン側から、相川以下重役5名、名機側から、常務取締役の山田義一以下重役4名が、商工会議所に出向き、仲介人へ承諾書を提出した。両者の直接接傷の末、存続会社を、名機として、 アイデンは解散すること。合併比率は一対一の対等合併とすること。新会社の役員数は、アイデン。名機出身者の双方同数とすること。アイデンの保有資産は、すべて名機へ継承されること。アイデン従業員は、待遇、報酬とも、アイデン在籍当時の条件を維持し、勤続年数も、アイデン当時からの通算扱いとすることなどについて、正式に合意し、同日に、 合併仮理契約を締結した。合併後の社名については、アイデン側が、日本中部鉄道、中部日本鉄道、中部鉄道を主張したのに対して、明期側は、明期鉄道内指導者の旧社名である、名古屋鉄道を主張して、平行線をたどったが、同年5月5日に、愛川は、 神の両代表者の折衝により合併後の社名を名古屋鉄道株式会社とすることを正式決定した。発足当時の名古屋鉄道路線図管轄省庁へ提出した合併申請は1935年7月25日付で認可され、同年8月1日をもって両社は合併し、愛知電気鉄道株式会社は解散した。同時に、 名機は社名を名古屋鉄道と改め、資本金3629万1050円、営業キロ 360.6km、従業員約2400名を要する大事業者として発足した。なお、合併後の社長に内定していた後だが、同年7月17日に死去したため、合併当日に開催された役員会においては相川が、 名古屋鉄道の初代社長に選任された。東武線へ導入された3400系合併後、アイデンが保有した、常コ線、豊橋線、西尾線など、各路線は、東武線と総称された。東武線は、明期由来の西武線と比較して、直線区間が多く、使用する機場は 37kg の重機場と、高規格で付設されており、 高速鉄道路線としての設備条件を充足し、運転、保守の両面で相対的に優れていた。その技術水準の高さは、後年の名鉄社内においても高く評価されたという。また、合併当初は、列車の運行及び、車両の管理については、アイデン由来の東部線と、名機由来の西部線で、管轄部署が分かれており、 1937年に、名鉄成立後における初めての新型車両として、東部線、西部線にそれぞれ導入された、流線系、車両に形式のうち、東部線用の3400系は、アイデン出身の開発人によって設計された。同形式は、アイデンと、名機両車の車両設計の集大成と評され、流線形状の前頭部と、 車体下部全周にわたって設置されたスカートを特徴とする優美な外観と高い走行性能を兼ね備えた優等列車用電車であった愛知電気鉄道路線図開業当初における基幹路線であった常コ目線東海道電気鉄道計画を継承し有松線を延長する形で開通した豊橋線の二大幹線に加えて常コ目線の貨物支線と位置づけられる 地高線、旧西尾鉄道より継承した西尾線の計4路線を保有した。西尾線はその経緯から他3路線とは線路がつながっておらず、鉄道停車場一覧では豊橋線、床滑線、地高線を愛電本線と総称し西尾線とは区別していた。その他、地下鉄道、壁回電気鉄道の参加事業者2社については、 前述の通り開業当初より、業務全般をアイデンが行っており、同2社の路線は事実上アイデンの1路線として、アイデンの保有する路線との連絡運輸を緊密に、行った。保有路線業務代行路線廃止路線旅客用車両を、延べ15形式86両、電気機関車を3形式計14両、電動貨車を1形式1両導入し、 その高車を大量に保有した。電車、電気機関車とも一部を除いて搭載する電気機器がアメリカウェスティングハウス社製の輸入品で占められていた点が特徴である。なお、アイデンにおいては旅客用車両のうち制御車の記号をサファ都市、電4型対抗に導入された各形式については車両番号の発売を例とした。また、 電3型以降に導入された各形式は、旅客用車両、電気機関車とも、車両番号の末尾号を決断とした。これは、新米湖における、列車正面衝突事故の当該車両が、いずれも、末尾号であったことに気にし、この方針は、愛電のみならず、愛電の子会社の保有車両にも踏襲された。開業当初に導入された電一系よび、開業後まもなく、 増備された、不一型は、オープンデッキ構造であったが、床滑線床滑エンジンに際して導入された電に、型は、乗降口に、客用扉が新設された。蒸気3形式はいずれも四輪単車であったが、床滑線複線加工時と、並行して導入された電3型より二軸、ボギー構造に変更され、以降の導入車両は、すべてに軸ボギー車となった。 豊橋線の河川電圧 1500V 小圧に際して導入された電6型は初回導入分を当時河川電圧が 600V であった常滑線における運用を考慮して副電圧仕様とし後に導入した車両については 1500V 単電圧仕様とした電7型より車体を従来の木造から反抗性に改めた他車内をクロスシート仕様とし 愛電最後の新型車両となったデハ3300、型は18メートル級の大型車体を採用した。その他、前述した、壁回電気鉄道の河川電圧600、ボルト高圧に際して、電3型のうち4両が同車へ転積し、河川電圧1500ボルト使用であった、同車保有のデ100型が、愛電席へ編入されてデハ0 1 0型となった。 上径各形式のうち、電3型以降のボギー車各形式については、1927年11月に実施された形式称号改定において、電下たち、負荷たちの形式称号を廃止し、各形式の初号車の記号番号を形式称号とするよう改められている。そのため、改定後に導入されたデハ3300型やデハ1010 10型などは、 電化たち、負荷たちの形式称号を付与されたことはない。このうち、アイデン当時に全廃された電1系、電2系、不1系の各形式を除く全車が、現、名鉄へ継承された。電2系、電3型電6系開業以来、貨物運輸は、電動貨車でか350型による輸送、もしくは旅客用車両による、貨車検引によって行われていたが、 直行線の開通に先立って、電気機関車で機360型が導入され、ついでで機370系、デキ400系の順に導入された。で機360系、で機370系、デキ400系最後に導入されたデキ400型が、箱型車体であるほかは、いずれも突見車体を備える、電気機関車である。なお、で機370系の一部は、 電6系電車と同様の理由により、副電圧仕様で落成した。これらは全車とも、現、名鉄へ継承された。電凍規則アイデンは創設当初より、鉄道事業の他電気供給事業を兼業した。事業は1911年4月に認可され、鉄道敷設工事と、 並行して、供給事業関連の工事も進めてまず同年12月に、ひなが、縄両辺電所と送電線を完成させる。そして翌1912年2月11日の、期限節より、愛知軍鳴美町と千田軍西部の七町への、伝統供給を開始して開業した。3ヶ月後、5月末時点での伝統数は3910頭 動力用電力供給は78馬力きであった。供給町村については、改良以後1922年にかけて、下記のように拡大していった。アイデンによる電気供給事業は、中途経済不況による産業向け電力需要の低下や一般家庭の配当によって業績が伸び悩んだ時期があったものの、鉄道事業と比較して、コスト面で有利な電力供給事業は、 大正期にアイデンが経営危機に陥った際には貴重な収入源として会社存続を支えた存在であった。1927年12月、東京の電力会社東京電灯が愛知県に進出し、名古屋市とその周辺を電力供給区域とする許可を得た。この動きは名古屋から東へ勢力を拡大していた。 東方電力に報復するためのものであったが、東京電灯が取得した供給区域には下群も含まれており、実際に1929年12月、鳴海、岡田両辺電所を置いて送電を始めた。翌1930年12月にこうした東京電灯の事業は東方電力に吸収され、東京電灯の名古屋進出という目論みは短期間で、ついえたが、 その間アイデンでは、自社電源を一切持たず、大部分を東方電力からの受電に依存するため、料金面で東京電灯に対抗できないことが明らかであり、東方電力か東京電灯のどちらかとの統合を図るようになったという。結局アイデンは1929年6月25日開催の株主総会において、電気供給事業を新会社へ譲渡すると決定した。 電灯8万等電力5000馬力の規模を要するアイデンの供給事業は一旦新設の愛知電力株式会社が1930年4月30日付で譲り受ける。供給事業は最終的に東方電力へと譲渡するという内訳があり、この愛知電力の株式の一部は東方電力が保有していた。 翌1931年5月、愛知電力は、東方電力との間に、事業上と契約を締結、同年11月2日付で、東方電力へ、供給事業その他一切の資産、負債を遺憾し消滅した。こうして、供給事業を手放した愛電であるが、同時期に発生した深刻な経済不況の影響により、直後2度目の経営危機に陥った際に、 供給事業から撤退したことは、結果的に痛手となり、その影響は1931年度の営業収入が、ピーク比で25%も減少したことに現れた。アイデンは1919 19年5月に、自社従業員による乗り合いバス個人事業を譲り受けて、直営事業としたが、利用者が少なかったことから同年11月には、早くも営業廃止された。 その後、昭和初期における乗り合いバス事業の交流により、愛電も1928年12月より、乗り合いバス事業を再開した。当初の営業路線は、国鉄厚田駅前、有松、浦駅前間 10.8km のみであったが、新規路線の開業や、中小事業者の吸収合併によって、年々路線網を拡大した。1929年1月には、 さらなる路線網拡大を目的として、はずぐん吉田村に本社を置く、吉田自動車の全発行株式を取得、同社を完全子会社化した。その後、吉田自動車は1933年8月10日付で、愛電自動車と社名を変更し、翌1934年2月に、資本金を50万円に増資するとともに、愛電より、乗り合いバス事業の一切を譲り受けた。 同時に本社をアイデン本社内へ移転し、アイデン自動車は事実上アイデンの自動車事業部門となった。アイデン自動車は1934年9月より、元宿駅蒲氷駅間の路線の運行を開始した。この路線は同年開通した愛知県道38号、蒲氷元宿線を経路としたが、県道周辺の景観が優れていたことから、アイデン自動車は、 道路線を、警官が箱根と二択間を走行する路線の意で、新箱根線と命名、観光路線として宣伝した。翌1935年4月には車体を、流線型とした新箱根線専用のバス車両を、導入した。流線系バスは、アメリカのレオモーターカーカンパニー製のシャーシに、東京、日本自動車製の車体を走過したもので、座席は、 クッションの効いた本、革張り仕様とするなど豪華かつ、最新の仕様を取り入れたものとした。車両価格は、当時の一般的なバスの2倍強に相当する1台、あたり8000円であった。計6台の流線系バスが導入された、新箱根線は、運行車両の特徴的な外観と、豪華な車内設備に加えて、女性車掌による案内が好評を博し、行楽期には、 全便とも満員となり、積み残しが生じるほどであったという。1935年8月の現名鉄発足に伴って、名鉄の子会社となった、愛電自動車は、翌1936年1月20日付で社名を、名鉄自動車と解消した。高年陸上交通事業調整法を背景とした、地域交通事業者の統合が行政より、 事実上強制されたことに伴って、親会社の名鉄と同様に数多くの自動車事業者を統合した後、太平洋戦争終戦後の1947年6月10日付で名鉄へ九州合併され、解散した。マイコ館に隣接して開設されたアイデンのテニスコートアイデンは前述した1921年の東海道電気鉄道の九州合併に際して、 土地販売、住宅開発といった不動産業への進出を目的として同時に新米湖土地開発を吸収合併した。同社は、常滑線沿線の新米湖地区の土地開発を行う目的で1912年に設立された事業者であったが、業績不振により同社株主からアイデンへの吸収合併の要望が高まり、 1922年7月に合併に至ったものであった。その後アイデンは1926年6月に鳴海土地を九州合併して販路を広げ、沿線各地において土地開発、分譲住宅の販売、新聞社協賛の住宅展示会の開催などを行った。また、アイデンは、床滑線の開通当時より、北半島沿岸地域を 名古屋市近郊の手軽な観光地として紹介し旅客を誘致することを目論み、大野町、古見の海岸に海水浴場を開設した。これにより、夏季の運賃収入が他機の約2倍に上ったことから、アイデンは、さらに新米湖に海水浴場を開設、自社運営の無料休憩所などを設けた。 1913年には前述した新しい舞コ土地開発により、旅館、舞コ館が開業、さらに新舞コ土地開発を吸収合併した後は、自社運営の野外演芸場や農業施設、竜宮殿を開設し、新しい舞コ地区を総合リゾート施設のような形で開発した。その他、当時左官となりつつあった野球の試合開催を目的に、 神宮球場、甲子園球場に並ぶ、大球場として1927年に建設、名古屋市民になくてはならぬものと評された、愛電球場の運営も行った。ありがとうございます。